前。ソラ、どうやったと？ダメやった。今回はダメでも、こん次は。俺の膝に次は中。分かったこと言わんで。よか。分かりやすい八つ当たりだな。ま、さっきの今じゃしょうがねえか。豊田さん、お疲れ様でした。座んなよ。そっちの彼女も座ったらどう？彼女やなか。冗談だよ。君にどうしても伝えておきたいことがある。君は今日落ちた。残念だが君の膝はプロの走りにはついていけない。君のプロとしてのサッカーは諦めた方がいい。その年齢でコーチも難しいだろう。ましてチームの裏方は余計に辛くなるだけだ。あの豊田さん、唐突すぎるかな。でも今日言っとかないと落ち着かなくてさ。別の夢見られないか。サッカーに負けないくらい大好きなこと、なければ見つけろ。それに今までの情熱を捧げろ。僕が若い時、君の立場になってたら自分自身にそう言ってやりたい。よし、ちゃんと伝えたからね。台風みたい。別の夢。ダメやったとね。いらっしゃい、いらっしゃい。イカシューマイ食べてね。ああ、やっぱプロは無理ばい。向こうがいらんって言わすなら、しょんなか。はい、ああ、しょんなか。どやんすっと？わからん。なければ見つけろ。違う夢って言うても、サッカーしかなかし。ようにおうとる。よか男ね。当たり前やろ。父ちゃんにそっくりやね。見せたかったとにね。東京？なんで東京？スポーツモンって言うたらそこやろ。勉強もせんといきなりで大丈夫とね。なんとかないやろ。ここか。あんた、空が東京に行ったとよ。何もかんも自分でさっさと決めてかい。大に似たとね。なんでお前のパートだけまだ色がついてないのかな。 V 編はいつか知ってるのかな。はい、僕のパートはエフェクトが多くて、作家の本橋さんが全て気に入らなくて全集入れてるからです。よし、そこまで分かってるならすぐ上げさせろ。え、でも本橋さん今寝たばかりで。起こせ。こんな時間に起こしたら絶対やってくれないって。本橋さんか。あ、はい。まあ、夜まで起きねえな。どうしてギリギリにならないとやってくれないんだろう。そんなこと言うのは新人のうちだ。作画さんってみんなああなんすか。みんなじゃねえよ、多いだけだ。やっぱり。でもお前すげえぜ。本橋さんにゲームやろって誘われたべ。だって一回やんないとあげないって言うんだもん。あの人は認めねえやつをゲームに誘ったりしない。絶対飲みに行ったんだ。何がハートマークだ。
パカチェック OK もらいました。はい、明日の放送大丈夫です。お疲れ。今日は空上がっていいぞ。やりー、布団で寝られる。明日は午後一でいいから。え、休みじゃないの？荷物が届いています。宅配？はいはい。海？どやんした？珍しかね。あ、出た。出て悪か言い方やね。元気しよった？空の仕事は普通の時間に寝られんって聞いた。どっから聞いた？今はそやんかこと仲よ。友達がアニメ大好きで、空のやってるコパン8世詳しいんよ。コパン8世知っとった？いつの時代の子？ネット舐めとったらいかんよ。名前出とったね。うん、そう。こっちは時間違うけど。あ、母さんも見たと？当たり前やろ。30分も前からテレビの前に正座して動かさんやったよ。空のお父さんも一緒に見てた。録画でよかやろ。って、なんで海そんこと知っとと？母さんが言うたと？一緒に見たさ。教えたの私やもん。はぁ、あ、空、おばさん泣きおらしたよ。見終わってしばらく泣きおらしたよ。ねえ、連絡してやらんね。うん、わかった。うん、また。ああ、海ありがとな。気持ち悪ってなんね。はいはい。うん、またな。背景、広い空様、元気でやってますか？母ちゃんは元気です。あんたはまた余計なことやって言うかもしれんけど、あんたが好きやったイカシューマイ送ります。お世話になっている職場の皆さんにあげてください。くれぐれもあんた一人で食べんように。小屋に食えるわけなかろ。あんたが東京に行った後、母ちゃん、あんたはすぐ諦めて1ヶ月もせんうちに帰ってくるやろうって思っとったとよ。自分の息子の言葉信用せんで悪かね。母ちゃんはあんたが元気で好きな言葉しよるなら、それが一番嬉しか。仕事頑張らなね。体にはくれぐれも気をつけて。母ちゃんより。なんね、電話も一丁せんでいきなり帰ってくると。電話より直接がよかろうもん。そりゃそうやね。カムシャラに